今修学旅行で上海に来てるんですけど、大変なことが起こりそうなんです。お願いします、すぐに来てください。お客様にお知らせいたします。まもなく上海にロンドン行き南側ユーラシアエクスプレス号が発車いたします。翼さん、どうした？そろそろ出発だぞ。なんだ、竹内先生か。なんだってなんだよ。はい、どうもこんにちは、ガマちゃんでしょ。こんにちは戻ってきましたよ。ガマちゃんはよみがえるさ、何度でも。はい、こんにちは。改めまして、ユーラシアエクスプレス殺人事件を、始めていきたいと思います。どんなゲームかと申しますと、いつだろうね。これプレステのやつだからな、相当前だよね。事前調べが全くないという。まあ、だいぶ前のゲームですよ。だいぶ前のゲームで、どっかの修学旅行中にかな、殺人事件が起きて、その殺人事件を、電車がこの目的地に着くまでの間に、解決すると。そういうゲームですね。まあ、まさしくこの名探偵かまちゃん向きのゲームだと言えるんじゃないでしょうかね。前回のフェイズパラドックスが、まあ何やら微妙な、ふわっとした感じの実況だったんでね。今回はがっつり、話しながら推理していけるようなゲームをチョイスしてみましたよ。じゃあ、やっていきましょう。何しろ古いんでね、絵面的にかなりインパクトのあるゲームだと思いますけど。あ、これ結構有名なね、女優さん出てるんですよ。榎本かな子と、新山千春と、あと、深田恭子まで出てるんです。すごいですね。じゃあやってみましょう。ニューゲーム。絵面の古さはともかく安っぽさ。うわあ、すげえ。失礼なこと言っちゃダメよ。早くお部屋に戻りなさいよ、カメラ。もう私やってられないよ。外人か？はいはいはい、一度に入ってくるなって言ったでしょ。何のためのこの人も有名な俳優さんだよね。はい、順番、はい、A 組以外は、はい、戻る。はい、戻ってみんな早く、はい、部屋に戻って、戻りなさい、早く。やっぱり演技が自然だね、さすが。あ、宇佐美先生、困ります。昼間からお酒を飲まれては。大丈夫ですか？お部屋に戻られた方がいいんじゃないですか？すいません、吉川先生、ちょっと飲み過ぎちゃいましたね。なんか修学旅行中、休みます。なんだろう、大丈夫ですか？ええ、私伊吹先生に行って薬持ってきてもらうように頼んでみます。はい、修学旅行中にお酒飲んじゃダメだよね、先生。あ、すいません、はい、少しだったもので。部屋に水を。高田純次。高田純次は何かな、駅車掌かな。先生、ここにいらしたんですか。あ、自分間に合わないかと思って心配しちゃったんですよ。あ、そうだ、これな
んですけど、読んでみてください。なるほどね、自分先生だった。お、翼さんへ、あなたは私立探偵さんのお手伝いをしているそうですね。実はこの旅行中に人の命に関わるような事件が起き、あー、読めなかったよ。いたずらだと思わないんですよね。翼さん、宇佐美先生見なかった？え、あ、そこですれ違いましたけど、お部屋じゃないんですか？それがいらっしゃらないのよ。後部車両のトイレかもしれませんわね。皆様、右前方をご覧ください。ただいまより自由出しやエクスプレス号の車窓からご覧いただける名所旧跡のご案内をいたします。お、中国は皆様もご存知の通り4000年の歴史を持つ伝統ある国です。今中国なんですね。名所だけでなく、何このリピートしたような映像は。なんだか通路の方が騒がしいんですよ。行ってみましょう。ちょっと状況整理がまだ追いついてないですけど、修学旅行中で中国に来てて、その電車の中っていうことですね。そんでこの、お、目線は主人公目線は先生なんですね。あれ、これさっきお酒飲んでた人じゃない。事件起こっちゃいました。え、こんなやつに捜査任せるんですか？大丈夫です、この先生なら必ず犯人を見つけ出してくれます。しかし、いきなり信用しろって言われてもだな。どうでした、あの扉開きそうですか？はい、後部車両と連絡を取り合いましたが、やはり一旦列車を止めないとどうにもならないようです。真面目。次の駅は班長。高田順次が真面目。どのくらいかかるんですの？約2時間後に到着の予定です。あ、それと班長には地元の警察が待機しているそうです。じゃあこんなやつの勝手にさせることないですよ。ね、伊吹先生。2時間後か。私は吉川先生が決めたのが妥当だと思いますわ。このクラスの担任ですし。はい。私はこの方に捜査をお任せしようと思います。西倉先生、お願いします。あ、ガマちゃんはこのクラスの担任なのか。ああ、お聞きの通りです。よろしくお願いします。犯人を見つけ出して早く生徒たちを安心させてやってください。ありがとうございます。高田純次はあれだね、ちゃんと演技してるとかっこいいよね。この105号室が私たちの臨時の事務所ってことですね。この子は何だ？いけない、あと2時間しかないんですよね。すぐに捜査始めなくちゃ。これ人物メモです。みんなのプロフィールを簡単にまとめておきました。ポケットに入れといてくださいね。詳しい資料が必要だったら東京の事務所にいる秘書の玲子さんに送ってもらいましょう。常務室にファクシミリがあるそうですから。ファクシミリ。みんなはそれぞれの部屋で先生が質問しに来るのを待ってます。先生、私はいつも先生のそばにいて大事な話をこのメモに記録します。この子は、見たい時は人のいないところで指示してくださいね。人のいないところで、じゃあ私先生についていきます。お願いしますよ先生。この髪型はなかなか勇気ないとできないですよ。この子の髪型の左右を持ってギューンって横に引っ張りたいね。ああ、こうやって移動すると、ちょっと待って、あの子は一体何なの？先生って探偵なの？あの子は探偵助手みたいな感じなの？しゃくれを下げ106号室。ああ、死んでる。隣、死んでる隣が事務所なのね。座る。座ってどうするんですか？そうか。じゃあ、まず調べよう。荒いね、画質がね。え？あなたは事件の時何をしていましたか？死体は喋りませんけど、普通。ですよね。はい。何も、じゃあこれはやることないのか。お、何調べ、
大きくなる。え、今のは何？何を押したらアップになるんだ？この足の方にチラッと視線が映るのは何だろう？え、ちょ、気になる。あ、なんか操作がまだよくわからない。まあいいや。わかった。先生、そのドア開きませんよ。開かないのね。でもこの平成女学院の生徒少なくない？あれしかいないの？いた。新山千春がいた。新山千春から聞いてみようか。超見てるけど。あ、こうやって聞くのね。すげえ無言で見ちゃった。事件の時何をしていましたか？ラウンジにいました。ほう。もう少し詳しく教えてください。あ、はい。私、みんなと一緒に。あ、みんなっていうのは、本郷亜美子さん、うん、土井原さなえさん、土井原、森沢千夏さんの3人です。私たち4人で、一番後ろの車両から写真撮りながら、なんか2人顔が似てるな。一番前のラウンジへ行きました。え、ちょっと待て。しばらくおしゃべりしたり、景色見たりしてたら、亜美子さんが竹内先生の写真撮り忘れたって言うんで、もう一度後ろの車両に行こうとしたんです。ドアが開かなくなっていて。ちょっと待って。そんなにいっぱい言われたらもう分かんない。さなえさんが宇佐美先生を見つけたんです。さなえさんが見つけた？え、もう少し詳しくってさらに聞けんの？だから、ずっとみんなと一緒でした。ああ、そうか。宇佐美先生には会ってません。翼さんに手紙、そう、翼さんなんか手紙もらってたんだけど、なんか読み切れなかったんだよね、時間がなくて。いえ、知りません。知らない。本当に知りませんか？念押し。別にいいよ。調べたら主人公は私立探偵らしいね。そうなんだ。私立探偵であり、先生もやってるってこと？これは私立平成女学院だから、そういう負担ま、あ、私後にしてください。ああ、ごめんね。私立学園だから、副業もありっていうことなのかな？アミコ。何でも聞いて。え、何？なんなら、なんで今胸をチラ見したの？え、この子かわいい？さっきの新山千春？新山、チュアルは可愛いよね。可愛いと思う。今でもちゃんと美人で通じるね。あの、この子の秘書はちょっと。この探偵の秘書はちょっと今の時代きついものがあるけどね。あの、お酒がね。あ、そうだ。伊吹先生に頼まれてたんだ。お？どうした？はい。早くしまって。何くれたんだろう。翼さんに手紙。何のこと？私字書くの苦手なんだけど。字書くの苦手なら手紙は書けないの？なんか女学院の偏差値が今ちょっと知れる感じだったな。ユキノたちと記念写真撮ってました。ラウンジで景色見てからまた後ろの車両に行こうと思ったら扉が開かなかった。ああ。お騒がせしました。まあ二人とも。もらったものはポケットにしまっといてくださいね。はい。はい、どうぞ。お、翼、メモ。このメモは事件を解決する上で、先生の推理の手助けになるように。なるほど。プリクラだ。プリクラ、懐かしい。プリクラだよこれ。貼ってた貼ってた。捜査開始時間、うん。あれ、まだ何もメモないのか。
あ、事件発生までの様子、ラウンジで先生と会う手紙の、あ、さっきのことね。後部車両との連絡扉が開かなくなっていた。土井原、土井原ってすごいね。土井原さなえさんが。第一発見者は土井原。プリクラ今でもあるぞ。確かに旅行先とかにね、あるね。あの、ひなびたテーマパークとかにあるね。事件の謎、いつ殺されたのか。生きている宇佐美先生を最後に見たのは、あー、そっか、あん時生きてた。お酒飲んでて、あん時生きてて、それからいつの間に戻ったのかな。殺されたのは106、もともとの部屋は101号室。うん、結構、ああ、しっかり検証するんだね。私に手紙を書いたのは誰か。昨日の夜ホテルでバッグに入ってるのを見つけた。空港で荷物を預けた時はなかった。先生のことを知ってるのは同級生だけだと思う。その手紙をもう一回読みたい。連絡通路が開かなくなったのはなぜ。結構すごいしっかりしてる。うわー、すげえ。うわーすごいね、こんなにあんの。もうちょっとポッポッと、あのドッグイヤーじゃないけど、なんか付箋みたいなのつけてくれてるといいんだけどな。これ、はい、預かっておきます。一個一個進むのが大変だね。え、あ、これこれ見たい。あなたは私立探偵さんのお付き合いをしている、お手伝いをしているそうですね。実はこの旅行中に人の命に関わるような事件が起きるかもしれません。悲しいことが起こらないようにすぐに探偵さんを呼んでくださいと。なるほど、この翼さんっていう助手のこのお下げ髪のツインテールの子が探偵の助手をしているんですね。それを知ってる誰かが手紙をよこしてきたと。アルバム、おう、これだけかな。あれ、あ、なんか指輪してるような跡がある。なんか関係あんのかな。あれ、アイテムはこれだけかな。ちょっと待って、今何分とか。館長到着時間は午後1時ですよ。まだ全然時間経ってないね。よし、メモ、これは何。黎明女学園に転校してきて間もないので、私が分かる範囲でこの車両にいる人たちのことを書いておきました。参考にしてください。はい、うわー細かい。これ全部把握するの大変だぞ。まず、あそこにいた人は、あそこにいた人だけでも、ユキノ、これだ。これが、新山千春。クラス委員、真面目な子。ちょっと消極的。あ、翼はこいつ。もう一人誰だっけ。ああ、わかんない。忘れちゃった。アルバム、で、登場人物メモ。なんかさ、あの、ラウンジで見せられた手紙と違くない？さっきの。女子は下へ見ても全く動揺しなかったけど、どこかの傭兵部隊にでも育てられたの？多分ね、多分。他の人のところに行きましょうよ。うん。多分、モサドかなんかだと思う。過去にいたんでしょうね。はるか、こっちを見ようともしない。何ですか。うわ、
何してたんだ。ずっとラウンジにいました。京子も一緒。外見ながらなんだかんだ話してた。そんだけ。嫌いなのかな、先生のこと。だからずっとラウンジにいました。やたら髪を気にするね。どうした。手紙なんか書いたことない。手紙を出しましたって聞いて、出しましたって答える子いなそうだね。やたら触るね。どうした。なんかあんの。もうこれはなんか隠してる匂いがプンプンするね。いいよ、わかった。今のところは遥かね。ツンツンしたのが遥かね。真由美は何ですか。割と普通じゃん、今っぽい。なんで胸をチラ見するの、この先生は。なんで胸をチラ見するの。あ、なんなの。なんなんだよ、この先生は。ラウンジにいました。宇佐美先生はラウンジに行った時ちょっと見かけて、その後は知りません。あ、そう。もう少し詳しくって言ってもな。列車が出発した時はここにいて、ユリと、あ、江藤ユリって同室の子です。今は後ろの車両に行っちゃって戻ってこられないけど、その子としばらく話をしていました。そっか。それから一人でラウンジへ行きました。景色は見てたんですけど、アミコたちが入ってきてしばらくしてかな、うるさくなったんでこの部屋に戻りました。ユリはもういなくて、一人でぼんやりしてると、そのうち通路が騒がしくなって出てみたんです。サナエが悲鳴を上げたのはそのすぐ後でした。これでいいですか。なるほど。片岡さんに。いえ、手紙なんか出してません。そうか。ありません。そうか。何でもいいから話してください。いいよ。なるほど。ツンツン、ツンツン髪触り女は右手に腕時計ってことは左利きかな。聞くことないんですか。利き腕と反対にやるっけ。腕時計って、腕時計したことないからわかんないんだよな、カモちゃんは。いえ、そういうもの。え、なんか言いかけてたけど大丈夫。102。バブリーナ先生、スカート丈短っ。地上ですね。吉川先生は地上ですね。じゃあ地上から行ってみましょう。はい、何でしょう。うわ。まあ、まず下を見て、そして、はい、ありがとうございます。いやね、何気なくこの十字キーを押すとね、なんかこの先生がチラッチラッて下を見るんだよ。はい、何でしょう。はい、アリバイのことですね。お、そうだよ。いえ、私、ラウンジでお酒を飲んでらした宇佐美先生に声をかけました。そうそう、覚えてる。ご気分が悪そうでご自分の部屋へ戻るとおっしゃったんですけど、心配になって、後部車両から学校への伊吹先生をお連れしようと先にラウンジを出ました。あー、気分が悪いって言って戻ってたんだ。宇佐美先生のお部屋を訪ねると西倉先生しかいらっしゃらなくて、宇佐美先生戻ってないとおっしゃるんです。それで伊吹先生と一緒にラウンジに戻ってみたんですが、
やはり宇佐美先生はいらっしゃいませんでした。あの人とは同室なんだ。あの時私がもっと一生懸命先生を探していたら、失礼しました。はい、もう少し吉川先生は娼婦の人ですか？違いますよ。もう少し詳しく話を教えてください。もう一度ですか？いや、もういいです。じゃあ、気が変わりました。はい。うん、絶対出してないよな。手紙ですか？いえ、まだ出してません。そうだよね。もう少し詳しくも何も。はい、誰かが私のトランクを開けたみたいなんです。え？もう少し詳しく教えてください。はい、実は事件の後にトランク置き場へ行ったんです。トランク置き場？なんで？取り出したいものがあったものですから。トランクを開けてみると中がかき回されたようになっていたんです。かき回された？別に盗まれたものはなかったんですけど、気味が悪くて。へえ。あ、取り出したかったのはこれです。修学旅行のしおりです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。なんで胸をチラ見するんだよ。ちょ話聞いてない。お願いします。先生、もらったものはポケットにしまっといてくださいね。はいはい、そのしおりを見たかったんですよ。これか、修学旅行のしおり。うわ、すげえ。なにこれ、これ修学旅行？すごいね。すげえ、こんな修学旅行あんの？バブルだから。すごいね。あ、その2日目ってことか。いきなりユーラシアエクスプレスに乗って、あ、乗ってすぐだ。10時から。今11時だから。贅沢だね。うんうん。いっぱいあるな。ロンドンから成田、ハードすぎない？距離あるね。ハードスケジュールすぎない？みんな突っ込んでるな。中国はチップないのね。チップのある海外に行くのはやだね。海外行ってみたいは行ってみたいけど、カマちゃん海外行ったことないからね。うん、フランス。あ、フランスはチップあんだ。荷物を運んでもらったポーターにはとかあるけどさ、そんなもん荷物なんか自分で運ぶよってカマちゃんは思うんだよね。ねえ、そんなどうでもいいサービスにお金払うのとかなんかアホらしくてね、自分でやるよって思っちゃうんだけど。では少しずつチップの習慣が薄れてきているそうです。そりゃいいね。でもイギリス物価が高いからね。こっからか。
このイギリスからトンボ帰り先生の胸元にチップ詰めとこう。新たな時代に背を受けはいはい、なるほどね。まあ大していい情報は書いてなかったな。はい、また来ました。そっちの子に用があるんでね。さなえさん、この子もツンツンですか？いや、これカメちゃん意識してやってるわけじゃないんだよ。ボタン押しても始まらないから、あれって思って押すとチラッチラって胸を見るんだよね。チラッ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 。事件の時何をしていましたか？あ、深田恭子じゃん、これ。話してくれない。あの、さなえさん、かなりショックを受けているんです。後にしていただけませんか？なんで？先生となんかあったの？あの、やはり今は無理だと思います。後にしてください。わかりました。じゃあ、また、時間を改めて。はい、お邪魔しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてあ、榎本かな子だ。千夏から行こうか。何のお話？割と可愛らしいんじゃない？あ、しまった。チラチラ。はい、ありがとうございます。事件の時何をしていましたか？ゆきのちゃんとあみこちゃんとさなえちゃんの4人で記念写真撮ってました。アホの子だね、この子は。じゃあもう一回ちょっと教えてくれるかな。じゃあちゃんと話すね。うん。ゆきのちゃんっていうのはクラス委員でとっても真面目な子なの。これあれだよね、さっきの。あみこちゃんはおしゃべりがとっても楽しい。さなえちゃんはすごくいい子。ああ、でも話してくれなかった。とっても仲がいいんだよ。後ろの方からずっと写真撮って歩いてきて、ラウンジでもみんなで記念撮影して景色見ておしゃべりして過ごしてました。おしまい。よくできました。では手紙を出したかな。知らない。知らない、そっか。別にありません。そうか、わかった。ありがとう。アホみたいな眉毛しやがって。そう。割と好きだな、ちなちゃん。顔も可愛いよね。京子。何でしょう。チラ。チラッというわけで。はい。最初の恒例のね。だって今までずっとやっててこいつからやり始めないのもおかしいじゃん。自分の部屋に、ラウンジにもいました。うん、もしく、詳しく。ごめんなさい、混乱しちゃってよく思い出せないんです。顎がちっちゃいね、榎本かな子って。そうか、手紙を出す。え、出してないよね。私と何か関係あるんですか？なんかどうもと高一に似てない？私本当は105号室なんですけども、今隣に宇佐美先生がいるのでここに書いてもらいました。なんで嫌なの？ああそうかそうか、死んじゃってるから。宇佐美先生、宇佐美先生だよね。あんまり大したこと聞けない。今は別に見ようとして見たわけじゃない。ラウンジ。
お、先生方がいるね。聞いとこう。伊吹さん。はい。何でしょうか。チラ。チラ。はい。ありがとうございました。事件の時何をしていましたか。随分と曖昧ですわね。そのような質問にはお答えできかねます。おや、詳しく。詳しく、まあいいでしょう。あ、お答えしてくれんの。列車が上海駅を出発する前から後部車両の自分の部屋で読書をしておりました。出発してほどなく吉川先生がいらっしゃいました。宇佐美先生が酔ってしまわれたとかで、診察カバンを持って101号室とラウンジに参りましたが。この人保健の先生なのか。宇佐美先生はいらっしゃいませんでした。ま、泥酔をしていたわけではないと伺いましたので、探す必要もないと判断し、そのままラウンジで皆さんと景色を見ておりました。以上です。もう少し詳しくいいか。手紙出してないよね。いいえ、出しておりません。だよね。はい、宇佐美先生の死因についてお話しておきたいと思います。お、お願いします。現場保存が原則ですので詳しくは調べていないのですが、宇佐美先生の胸部には長さ3センチ幅 0.5 センチほどの傷が1箇所ありました。形状から見て鋭利な刃物、例えば果物ナイフのようなもので刺されたようです。そうだね。おそらく心臓にまで達しているはずですから、ほぼ即死だったと思われます。亜美子さんからデジタルカメラをお借りして何枚か写真を。デジカメがでかい。亜美子さんから受け取ってご覧になってください。でかいな、こんもりしてるよね。私の所見はこれにまとめてあります。できる女ですね。どれ。もういいですよ。ああ、失礼。あれ、ま、あれなんかもらったのが見たい。ここじゃ見れないのか。何チラチラ余計なもん見ちゃった。事件の時何をしてましたか。なんだ、僕を疑ってるのか。吐け。ラウンジにいた生徒たちを追い返してから一旦101号室に戻ったよ。え、何をしてた何してたっていいだろ。肉まん食ってる。吉川先生が宇佐美のことを聞きに来たな。ダブルで。でも宇佐美は戻ってこなかったよ。つまり僕が宇佐美を最後に見たのはラウンジってことになるな。その後、うん、僕も気になってラウンジに行ったよ。死体が発見されるまでずっとそこにいた。君もいたから覚えてるだろう。ほー、え、できれば詳しくもう一回聞いてみる。もういい加減にしてくれ。そうかそうか、同じ話か。じゃあいいよ。いや、ダブルで肉まん食うやつなんですね、こいつは。え、片岡に。そんなことするわけないだろう。宇佐美じゃあるまいし。宇佐美じゃあるまいし。もう少し詳しく教えてください。いや別に大した意味はないよ。そうなの。もう少し詳しく教えてください。出してないもんは出してないんだよ。そうか。そうだな。あ、そうそう、自殺かもしれないって考えてるかもしれないけど、あいつはそんな殊勝なやつじゃないよ。幸せそうに肉まんを頬張るやつが犯人なわけないよね。そうね、あんなバカな食べ方してるやつは犯人じゃないよね。何かご用でしょうか。お、いや、何でもないです。お探しました。ご苦労さん。
ちょっとその伊吹先生がまとめたというあれを見てみましょう。先生、もらったものはポケットにしまっといてくださいね。はい。これか。すごいね、剣士みたい。左胸部に長さ3センチ幅 0.5 センチの刺し傷。 0.5 センチだから相当細い刃物ですね。 0.5 センチだよ。果物ナイフにしたってもうちょっとあるよね。幅 0.5 センチだよ。そんな果物ナイフある？果物ナイフだって 1.5 センチはあるよね。 0.5 だよ。 0.5 って言ったらお土産屋さんでよく売ってるにちっちゃい日本刀のミニチュアのペーパーナイフ、あれぐらいしか思いつかないけど。日焼けしてない、やけどの、あ、リング状の跡が認められる。そう、これかまちゃんも見ましたよ。これより先にね、しっかり確認しておきました。被害者は座席に座ったまま死亡していた。左胸部に鋭利な刃物で刺された跡があり、これにより死亡したと思われる。死体の外部的所見と現場の状況から他殺と思われる。宇佐美、女性との土井原早苗がカメラを撮りに106号室に入ったところ、土井原の部屋だったのか、106号室って。なのに先生がいたと。うん、なんでそこで死んでたのか。これでおしまいか。なるほど。ここトランク置き場ってこと？はい、どうぞ。あ、はい、ごめんごめん、預かっておきます。カーテンだ。純次さん、バブチ、マブチかな。吉川先生が T2000 みたいな液体金属生命体の可能性はない。ない。どうかなさいましたか。はい、聞いてみよう。あ、あ、お邪魔しました。ご苦労様でした。こら、こら、こら、こら。こんな狭いところ。ご苦労様です。はい。チラ。チラ。なんでここを見るんだろうね。はい。私、本来は後部車両の担当なんですが。ラウンジが混雑しているという報告を受けましたので、様子を見にこちらにやってまいりました。カウンター係の姿が見えないので探しておりましたら、宇佐美先生に呼び止められまして、ミネラルウォーターをお部屋へ届けるよう申し付けられました。おう、間もなく定時のガイド放送がありましたので、急いでお部屋へお届けして、そのまま後部車両のアナウンス室へ向かいました。それを終えてすぐまたラウンジへやってまいりました。トレイを返すためです。連絡扉が開かなくなったのはその後で、私はちょうど乗務員室の内線電話でカウンター係を呼び出そうとしているところでした。あとはご存知の通りです。はぁ、もっと聞けるかな。多分アナウンス室にいたか、後部車両を歩いていたかのどちらかだと思います。うん、手紙は出してないよね。あの、何のお話でしょうか。気づいたことは。そうですね、宇佐美先生はなぜ106号室にいらっしゃったんでしょう。そうだね、もう少し詳しくってある？それ以上のことは何も。そうだよね、わかった。ご苦労様でした。なるほど。
かないね。なんで開かないの？先生、そのドア開きませんよ。じゃあちょっと自分の部屋入ってちょっと秘書と相談してみようか。おお、怖っ。横から来たな。近いよ。座る。はい、何でしょう。じゃあ事件の話をまとめてみようか。チラチラ。事件の時何をしてました？やだ、ずっとラウンジで先生と一緒だったじゃないですか。ですよね、はい。翼さんに手紙は出しましたか？は？はだよね。本当はどうなんですか？先生、大丈夫ですか？私が自分に手紙書くわけないでしょ。そうだね。気づいたこと。凶器が見つからないのが気になりますね。ああ、凶器ね。うん。確かに。もう少し。私がやった持ち物検査でも何も出なかったし。全員の資料を取り寄せてください。あ、東京にいる秘書の玲子さんにファックスで送ってもらうんですね。秘書の玲子さん、車掌の真淵さんに頼んでおきます。じゃあ真淵さんのとこ行けばいいのかな。あ、行きますか。まあ全員分の資料取り寄せてくれるっていうから、まずはあそこ行こうか。なんかここ開けるたびにこの真淵さんがドキッとした顔でこっち向くんだよね。なんかちょうどちょうど中学生の部屋をノックを、中学生男子の部屋をノックをせずに開けた時みたいな感じでこっち見るんだよ。あれ、なんか調べてくれるって言ったけど、ね、まだ届いてないか。さすがに宇佐美先生はなぜ106号室にいらっしゃったんでしょう。まあまあ確かにね。わかった、じゃあまだ来てないんならいいよ。あれ、何これ、見てないとこがあった。ちょっとよ、ここってナイフとかあるはずですよね。何やってんだ片岡。やっぱりほら先生、ここにあるはずのペティナイフがありません。ペティナイフ、皮を剥いたりするのに使うナイフですね。そのサイズなら宇佐美先生の傷口と一致しますわ。へえ。じゃあそれが凶器。ちょっと待てよ、そういえばあの時生徒の一人がナイフを拾ってたような気が。誰だったかな。誰だ。凶器はもう間違いなさそうだね。このペティナイフっていうことか。そのナイフを拾ったっていうやつに関して、誰先生だっけこれ、こっちの男の先生、西倉先生に聞いてみよう。何？ナイフを拾ったあれについて聞かせてください。思い出しました？うん、思い出せないんだよな。もうポンコツ。また後で来てくれないか。めんどくさいやつだね。頑張って思い出してよ。だから思い出せないって言ってるじゃないか。それより全員の聞き込みは終わってるのか。捜査のいろはだろ。とにかく後で来てくれ。もう全員聞き込み終わったと思うよ。もういい加減にしてくれ。こいつのこの顔刺すのが結構癖になるね。そうか、じゃあまず生徒に聞き込みしてからこの先生のところ来いって話か。ご苦労さん。まだ写真欲しいの？
しょうがないな。え、くれんの？はい、これやった。話してみるもんだね。どれどれ、一人で見ましょう。おう、いらない。なんだよ、何の役にも立たないよこの写真。もうなんか重要な手がかりかと思ったのに。もう行っていいかな。田淵先生、田淵先生だっけ、誰だっけ、西なんとか先生。もうこれで聞き終わった、聞き終わったと思っていいかな。西倉先生か。何、もう教えて、思い出して、もう思い出して。もう少しで。お、あれは確かタミヤ。タミヤ、そう、タミヤ京子が手にしてたよ。こいつじゃん。だからタミヤ京子だよ。分かったよ。じゃあそのことを聞いてくるよ。いや、思い出した、思い出した、よかった。ご苦労さん。結構がっつり聞かないと全然聞いたことにしてくれないんだね。タミヤ、タミヤ、榎本かな子。行ってみよう。こいつ嘘つきやがって、こいつ。こいつは嘘つきの顔してんな、こいつは。ナイフを拾いましたね。ナイフですか？はあ、そういえば。ラウンジにいた時、カウンターの上の食器や果物が落ちちゃって。私、そばにいたから拾って元に戻しましたけど。それだけ？私を疑ってるんですか？ナイフはちゃんと元に戻しました。はるかが一緒にいたから聞いてもらえばわかると思います。はるか、なるほど。じゃあちょっと裏付けしましょう。捜査っぽくなってきましたよ。はるかね、はるか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 ってこっちかな、104にいるやつかな。こいつだよね。海原、あ、アミコか。ごめん、間違えた。はるか、はるか。はるかってもしかしてツンの子か？こいつじゃない？このツンの子がはるかじゃない？来た、こいつ。ちょっともうこいつ、こいつに。何ですか？吐かせよ、事件の真相を。京子さんはナイフを返しました？ああ、返してましたよ。喋った、私見てたもん。こいつ何をあそこ触るんだろう。もう少し。返してましたよ。どうして京子だけ疑うような言い方すんの？また嫌われてしまった。だってカウンターの中には誰もいなかったんだから、誰だってナイフを盗むチャンスはあったはずだよ。西倉先生や吉川先生もいたし、アミコやサナエや千夏だって。あ、そうだ、
千夏、なんか変だったな。え、千夏？よくわかんないけど。もう少し詳しく、千夏。返したってば。京子が犯人だと思ってんの？京子がそんなことするわけないでしょ。千夏、じゃあ分かった、千夏ね。千夏って誰だっけ。千夏って誰だ。千夏、ああ、アホの子だ、アホの子、思い出した。こいつだ。こいつ、千夏。何のお話？千夏が重要な、何か隠し事をしていませんか？してません。詳しく教えてください。え、私のこと疑ってるの？怪しいって言ったら雪乃ちゃんだよ。え、雪乃？雪乃ちゃんね、昨日上海のホテルで翼ちゃんのバッグいじってたんだよ。え、怪しいでしょ。ねえ、なんで同じこと聞くんですか。私もう疲れちゃった。カマちゃん、この子すごく好きですね。雪乃って誰だな。あいつだよね、あいつ。新山千春。窃盗癖があるんですかね。先生の机をわさ、あ、先生のトランクをわさわさしてたのもこいつなのかな、雪乃。こんな野郎、かわいい顔して、とんだ泥棒猫ですね、こいつは。何した？あの、何のことですか？完全に犯罪者の面してますね、こいつは。何のことか分かりません。こいつ、しらじらしい。お前だろ！すいません。あお！手紙出しました。お、こいつ、君かい。聞いちゃったんです。何を。旅行に出る前の日の放課後でした。科学室で忘れ物を見つけてほっとしてたら、隣の準備室から興奮した話し声が聞こえてきたんです。うん。あんなやつは死んだ方がいいとか、殺してやるとか、今度の旅行中にチャンスがあったらって、途切れ途切れでよくわからなかったんですけど、女の人の声でした。出てくる気配がしたので怖くなって教室を出ました。その人は最後まで誰だかわかりませんでした。へえ。私何とかしなくちゃいけないと思ってたんですけど、それで翼さんに手紙を書いたんです。翼に、うんうん。俺もカマちゃんに手紙出していい？何書くの？今夜12時誰かが死ぬとかやめてね。黙ってて悪かったと思ってます。ごめんなさい。うん。他は？何かないの？黙ってて悪かったと思ってます。ごめんなさい。じゃあ先生のあれをわさわさしたのとかないのかな。え、でもこれで一通り聞いちゃったぞ。さて、そしたらどうしようかな。お、合成しました感がすごい。